はい、皆さんこんにちは、ワンダルフルビジです。では今回は提督の決断する日本のプレーの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ハワイ攻略完了してますので、ハワイ攻略後の作戦をね、考えていきたいというふうに思っています。早速ではハワイの方から見ていきましょう。ハワイの方なんですが、攻略した主力艦隊のうち南雲さんの第4艦隊、さらに山口さんの第5艦隊、これに、まあ、護衛という意味を込めて、この第8艦隊、田中さんの第8艦隊、この3個艦隊をですね、今窮地に陥っているラバウルに急ぎ派遣していきたいと思います。まあ、少し間に合うかな、微妙かなという感じはあるんですけども、まずはね、送り込んでいきたいと思ってますので、この3個艦隊を送り込んでいきます。ラバウルが落ちないことが前提の作戦にはなりますが、ラバウルが落ちてしまってれば作戦のね、練り直しが必要になってきます。で、こちらハワイの方にはですね、航空隊を配属しています。最新鋭の冷戦の52型、さらにこちらも最新鋭の水星天山、それぞれ艦爆と艦砲ですね。さらに一式の立候です。これは前回ですね、生産した機体になりまして、新規に、配備しているので連動が20とかなり低いです。ここはね、連動を少しずつ上げてもらおうかなと思ってます。で、ミッドウェイ基地の方なんですけども、今やもう最前線というわけではないものの、このミッドウェイはハワイと日本とをつなぐ重要な拠点になりますので、ここにはですね、まず第19の陸戦隊、さらに航空隊を呉から移動させる予定です。それでね、このミッドウェイをしのごうと、まあ、そういう形をとっていきます。で、第7艦隊はこのままアッツ島に入ってもらって、アッツ島の奪還戦に入ります。今のところアッツの方には敵の陸戦隊は入っていないようなので、第7艦隊が持っている陸戦隊を投入すれば、制圧できるという想定です。で、一番今心配なラバウルなんですけども、連動も高く優秀だった航空隊が雨のため出撃できず壊滅するというね、大損害を受けてしまっていて、今もはや20機未満というご覧の航空隊です。かなり厳しいですね。で、陸戦隊はね、一応第11陸戦隊と陸軍の20、21両師団があるので、この3個師団で持ちこたえてもらってる間に昇格随格飛竜総流が駆けつけてくれればなというところですね。上枠の方は基地航空隊は生きているので、この基地航空隊を使ってなんとか、迎撃をね、行っていければいいかなというふうに思っています。陸軍がマダンに侵攻してくれましたね。これで上枠に迫られる心配が少しなくなりました。これを見たイギリス海軍がラバウルから転進、ポートモレスビーに戻ってくれるといいんですけどね。まずは索敵します。うわ、また雨か、雨か。上枠の基地航空隊で索敵を行っても入らないよね、これ。距離感的に。発見できないよな。お、発見した。OK だ。よし、これでじゃあ航空攻撃を加えて少しでも減らそう。第17艦隊が少し離れたのは何でなんだろう。全くわからないな。とりあえず航空隊を壊滅させたからいいやっていう感じだといいんですけどね。それか、我が方の空母。これが今、転進しつつあるという情報をキャッチして、退避してくれたとかね。ちょっとそういう事情があったりすると嬉しいですけどね。あとは、第二艦隊で、索敵を行っておきましょう。この辺りは危険だからね。敵の艦隊発見してますね。早速、航空隊を出して迎撃しましょう。
そうか、移動させたばかりだ。となると第2艦隊の砲撃だな。第2艦隊は戦艦入ってますからね。これで仕留めましょう。その前にもう一度索敵を行います。今見た感じだと索敵したところで範囲に入ってなさそうだね。砲撃ができなそうだ。しょうがない。第5艦隊から飛ばせるかな。いや無理だな、この距離では。冷戦は届いても艦爆艦攻が届かないですね。はい、ではしょうがない。まあハワイこのターンで迎撃されるというか、奪還されることはないと思いますので、大丈夫だと信じましょう。ではちょっと心配なこのウェバクラバールですね。第17艦隊の砲撃がどこまで届く想定なんだろう。上は基地航空隊がイギリス軍第17艦隊に攻撃を仕掛けます。ここはですね、雷撃、つまり魚雷にすべて乾燥してありますので、これを当ててってくれれば1隻でも2隻でも沈めてもらいたいなと思います。冷戦の日型、まあ、これは機銃相当でもしておきましょう。左舷から入ります。冷戦の日型は前期戻ってきた。これ同じく一番前にいる戦艦、これに機銃相当を浴びせておいて対空砲を削り、こっから艦攻、96式の立攻ですね。当てる、左舷からかわして魚雷を投下。これをぶち込んで潰してほしいですよね。一隻でもいい。対空砲損傷止まりか。17機一式立攻、連動74。ここで一隻仕留めましょう。ここ戦艦5隻入ってるっていうね、高火力な部隊なんで、まあしんどいですよね。もう魚雷が当たってくれて、2発当たってくれてれば仕留められる。残ったか。攻撃機は5機損失ですね。まあ、ここはもう持ちこたえてくれてる間に急ぎ昇格随格飛竜総理を、潰すしかないかなという感じですね。ハワイには敵の14艦駆逐艦に輸送艦が接近中。これは陸戦隊で防ぎましょう。次のターンで航空機38機損失やってくれるな。幸いここに入っている艦隊に攻撃を受けなくてよかったかな。それがせめてもの救いですね。次のターンで間違いなく敵の第4艦隊、ハワイに来ている第4艦隊を撃滅しておきましょう。ラバウルに海兵隊、アメリカ軍の第11海兵隊がラバウルに来てるのか。これを潰しましょう。おそらくイギリス軍の艦隊はこの海兵隊を下ろしたかったんですね。ついでに砲撃をしていったと。そのついでの砲撃がむちゃくちゃ食らいましたけどね。ただ敵の意図が分かったので、まあ、まずは一安心かな。そうなると昇格随格をハワイに戻したいな。がイギリス軍の第17艦隊も邪魔くさいしな。悩ましいですね。
ラマウルですが、5号基地航空隊を今回配備する5機に変えましょう。イギリス軍の艦隊はおそらくこのまま離脱すると思うんで、航空隊補修をかけます。大新潟に変える。大新潟は航続距離が新潟型に比べると少し弱いですね。水星、天山、石切港っていうのをテンプレ化していきましょう。まあ、ただこれまた砲撃を受けて貴重な航空機を失うっていう事態に、まあ、なりかねない部分はあるので、まあ、ある意味博打というか賭けですよね。攻撃を受けない、まあ、そういう願いの中での配備ですからね。しかもね、ここまで最優秀できていたラバウルの基地航空隊の連動が20、ここまで下がりましたからね、まあ、致し方ないですね。では続いてハワイ方面検討に入りましょう。トラックの方はまだ山本さんの艦隊、それに井上さんの艦隊ドック入れ開けてないと思うので、第15艦隊をドック開けしてるね。第1艦隊山本五十六さんの戦艦ヤマトの修復が終わってれば出撃可能ですかね。全部元戻ってますね。では山本さんの艦隊も、いや違うね、まだ12日残ってますね。第15艦隊をあと7日で修復が完了するようなんで、これが終わったらラバウルに入れましょう。でハワイだ、ハワイ、ハワイどうするかですよね。昇格随格飛龍総流をハワイに戻すか、ラバウルに転身させるか。次の攻撃をオーストラリアにするのか、アメリカ本土にするのかでもだいぶ変わってきますよね。ここはハワイ攻略したのでアメリカという選択肢もあるし、オーストラリアを攻略しておくという選択肢もあるし、まあ、ただアメリカ攻略はまだ時期尚早ということで、ラバウル方面に転身して一度オーストラリアを叩きましょう。この選択がね、吉と出るか凶と出るか。はい、ではまずラマウル方面に関して言うと、基地航空隊を増強します。最新のね、冷戦の攻撃型天山水星配備進めています。ハワイの方からは一旦空母艦隊機動部隊をオーストラリア方面に転身、ハワイは基地航空隊と水上部隊で防衛していきます。ミッドウェーの方にはクレから航空隊を移動させていきます。アツ島には今ちょうど画面に入ってますが、こちらの第7艦隊をアツ島に入れて陸戦隊でアツ島の奪還を行っていきます。というところでですね、今回はじゃあ少し短めですがここまでにさせていただいて、次回ですね、米豪遮断作戦を発動していきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。